はケニアのチャイナタウンの物価を調査します。まずはカニカマ420円、ポカリ230円、豆腐120円、カップ麺350円、歌舞伎揚げ190円、キノコの山220円。見たことのあるお菓子がたくさん。味は日本の方が好きだな。